はい、こちら岩手県遠野市宮森町にありますメガネ橋と言われている橋、まあ鉄道橋ですけども来ておりますと、こういう感じで銀河鉄道のね夜のモチーフになっていると言われている場所ですね。 SL 銀河ビュースポットだそうで、今日は7月25日やってませんね。はい、おめでとうございます。なんかあっちに祠とか石碑っぽいのあったりとか、結構面白い。あー、いいですねこの感じ。めちゃくちゃ眩しくなってきましたけども、日差しで。ここがどういう場所かと言いますと、 JR 釜石線の宮森川橋梁という橋ですね。この川はね、ちょうど橋がかかってますので、その川の橋梁ということになっておりますけれども、でこの JR 釜石線の前身である岩手警備員鉄道っていうのが、宮沢賢治の童話銀河鉄道の夜のモチーフになったとされております。春夏冬の観光シーズンに緑色とか橙色でライトアップされるそうですね。あの辺の照明器具があるので、あの辺がそういうこと、それあの辺でライトアップされてるでしょうね。あとね、昔の鉄道の柱、その辺が残ってると思うんですけども、その辺のレンガ作りとかもね、結構見応えあるんじゃないかと思います。これとかね、すごいですよね。まあ、ここね、日本、夜景遺産、夜景の遺産にも選ばれてるそうですよね。ゴレンアーチが並んでる。平成26年から JR 釜石線が SL 銀河を走らせているので、それを見て、まあいい感じ。はい、そういうメガネ橋、宮森川橋梁という場所でした。はい、そんなわけでね、こちら岩根橋という、まあ観光名所ですかね。先ほどメガネ橋を見ましたけども、いや、うちが銀河鉄道の夜のモチーフだぜって言ってる場所ですね。はい、ここにも書いてありますね。この橋は正式には達磯部川、達磯部川橋梁といい、旧岩手警備鉄道の交番桁橋云々、宮森町あっち側に来たところですね。銀河鉄道の夜モチーフになったと言われるメガネ橋、まあ、宮森川橋梁があるけども、この岩根橋がモチーフだということの場合もあると。で SL 銀河ね、ビュースポットなんですけども、まあ橋を見たいんでね、そっち行けそうなんで、そっち行ってね見ようかと。行けるのか分からんけど、
さっそべ川っていうね、川が流れて、あ、降りる感じになってます。下っていけるっぽいですね。石投げて遊んで、はいはい、こちらが岩根橋という橋で、どうするしか、まあ、こちらが本当の銀河鉄道の夜のモチーフだと主張している橋ですね。はい、そんな、はい、というわけでね、岩根橋をね、見てきました。戻ります。登ります。